あの時あんたに村を助けてもらわなかったらこの村はもうなくなっていたよ。ありがとう。こういう認識ではあるんだな。だったらエミールたちのことも受け入れてほしいけどね。まあそういうわけにもいかないのか。じゃあ今回は崖の村に行くとこだね。崖の村の村長から気持ち悪い手紙が来たのでまあ気持ち悪いっていうか違和感はすごかったよね。これポポル様、前略いつもお世話になっております。こんな丁寧な手紙書くような人じゃなかったもんね、村長。なので違和感はすごいんだけど、まあ行きましょう。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか。まあカイネは私には信じらんないよな。ろくなやつらじゃないし。おい、空気読め見る里そういうんじゃないから。私にとってあの村はカイネ、心配するな。俺たちも守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言えケツの穴は規制対象じゃないんだケツの穴ぐらいだったら許されんだな。じゃあなんて言ってんだろういつも。崖の村着いたけど、ここに来るのも5年ぶりだよね。大人になってからは来てなかったし、あ、カイネんちもそのまま残ってんだな。5年も帰ってなかったのに割とそのまま残ってんね。なんかニーヤたちがたまに来て手入れしたりしてたのかなとか考えちゃうよね。だって崖の村の人に撤去されてもおかしくないからな。あんまりよく思われてないし、カイネ自身がね。で、崖の村生活習慣を改めみたいなこと書いてあったけど、まあ、パッと見様子は変わってないよな。あ、でもなんか扉調べられるようになってんね、家の。まさか家の中入れるわけじゃないと思うけど、まあなんか話を聞けたりすんのかな。こんにちは。何を信じればいい？前と同じような感じだけどね。こんにちは。私たちもお前たちも。村長だけが心入れ替えたみたいなことはないでしょう。村長の家、あそこだよね。よく見ると村長の家だけちょっと色明るいんだなちょっと特別感あんだな。ここにも砂の国みたいな、仮面の国みたいな掟あんのかな。位の高いものだけが鮮やかな色にしていいっていうじゃあ村長んち来ましたよ。ホス、久しぶり。俺たちポポルさんの村から来ました。変わってねえ手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。やっぱり別人が出したんだな、こういう陰気な輩であったな。だな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。じゃあ誰が手紙出したのかって話だね。他の者に聞いてみた方が早そうだな。裏の者に聞き込みをしてみよう。他の家の人も、あ、この辺も話聞けるね。あ、なんか人いるな。あそこだけ。あれ、こんなんだったっけ。あんまりここ覚えてないかもしれない。こんにちは。なんか陰気臭さは変わってないけど、なんであそこだけ人集まってんだ。ちょっとあそこ行ってみた方がいいなこいつらからは何も情報得られないな。役立たずめ。滅びるんだ、みんな滅びるんだ恐ろしい、もう誰も信用できない。あの広場に近い家でも変わんないね、この感じは。よその人とかじゃないよね、この人たち。もしかして店やってる？このカーソルの感じ。いらっしゃい。今日もいろいろ入荷してるよ。野菜売ってる。食料品店、かぼちゃ、ナス、トマト。うん。また買いに来ておくれ。夏野菜売ってんな。夏なのかな。狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えること。ここは道具屋で、まあ別に特別なもん売ってるわけじゃないけど。また買いに来てくださいね。え、なんかもっと別の話聞けない。あ、あれ武器屋かな。なんか新品ってほどじゃないが、一応武器は買えるだけ買っとこうかな。うん、全部の武器集めたいからな。よし、ここで買えるもんは全部買って。前通り。じゃあ店じゃない人に話聞いてみようか。知らないな。知らんか。手紙？そんなのは知らないよ。うん。あ、てかこいつ吹き出し出してんな。この人に話聞けばよかったのか。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか？ないよな。あ？どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい？カイネさんなんて呼ぶの、カイネのこと。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。あれ、これ不穏だな。確かにこの村の魔物も全滅できるものならしておきたい。ちょっと自由なんだよな、エミール。空気読んでほしい。この崖の村において移動しやすそうでいいな、エミール。てかエミール、ここには入ってくんだね。そうか、全滅か。全滅。あ、全滅。こいつ魔物か。シロ、分かっておる。魔物だ。え、こんな人の姿に慣れたりするんだっけ、魔物って。見ろ、我の危惧した通りだ。なんかこの展開、あったような気もするけど、いまいち覚えてないな。え、ちょっと待って、これみんな攻撃していいの？あ、カイネ来たの？祭りになってしまったものでな。ちょっと待って、この人たちは、この人たちは人間ってこと？魔物に乗っ取られてます。怯えてるもんね、この人たちは。うん、人間も混じってる。人間も混じってる。どういう基準で攻撃すりゃいいのかわかんないな。まあこういうのは倒していいんだけど。え、ちょっと待って、人来てる。ちょ、怖いな。この人は人の姿だけど魔物なの。お姉ちゃん、お姉ちゃん。もう遠慮なく殺すけど、もうこっちに刃を向けてる以上。ぬるいこと言ってらんないから。おい、ちょっと待って、普通の人間巻き込んじゃいそう、この魔法。こいつらもやろう。え、痛いよ母さん。今のは引きこもってる人間の声っぽかったけど、こっち目的地になってる。この人は怯えてる人。これは誰を信じたらいいのか。あー、でもカイネは誰が魔物か多分わかるはずだな。キャラクターの設定的に。ああ、さっきの少年の声。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ。騙されるな。ああ、カイネにはわかるんだな。え、でも魔物が、魔物が人間を守ってる。姉さんってこと？姉さん。つまり。お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんは。もう魔物になってるんだ。これは響く問いかけ。僕の優しい姉さんだ。ああ、でも本当に魔物だ。人間の姿してて人語話してたら、それはもう人間じゃないのかって思うけど、ああ、もう完全に魔物の。うえーい、こんな不意地にかかるなよ。あ、結構ショック受けたんだな、少年の言葉が。多分。いや、仲間傷つけられたらこっちもやるしかないからね。やめろ、やめろ。悪いな少年。いてえ。なんだこれは。もうどれが姉さんかわかんなくなっちゃったけど。ちょっと待って、この狭い場所でちょっときついな。あ、刃一本になっちゃった。こいつらを殺すんだ。お願い、やめてください。ちょっと待って、挟み撃ちにされると良くないから。やめててください。どんどん進んでみよう。こっちにエミール脱出だ。カイネン、カイネン、助けてくれ。落ちちゃった。あ、カイネンとこ戻ってきた。カイネン大丈夫か。やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。しっかりガードしてくる敵もいるな。うわ、またハサミ位置にされる。でもな、カイネン倒れてるからなんかここ離れたくないよな。カイネンを守らないと。どうすればいい。ああ、また来てる。倒せ。あっちにもいるからとりあえず広い場所行こうか。あんまりカイネンを一人にしたくないけど。あ、なんかでかい魔物とか出る。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。まあ、とりあえず戦えばいいのかな。これはどうなんだろうな。なんか自分たちのやってることを疑っちゃうよね。あ、ちょっと待って、今のワードすごくいいな。ちょっと待てよ。下の句のワードのアイテムドロップ率 25% 助かる。全部これにしちゃおう。ちょっと待て、いつまで倒せばいいんだよ。進んだな。え、あっちも？あっちの方の広場か。いや、カイネが心配なんだけど。え、あ、話しかけられる。カイネ、起きてくれ。目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。ああ、なるほど。俺はあっちを片付ける。そっか、エミールに頼めばいいのか。よし、エミールに任せられるなら安心していけるね。これ人間なんだよな。いや、なんか疑っちゃうね、こうなると。あの黒い渦は一体。結構前から出てるけどね。よし、あのでかいの倒しゃいいんだな。まあ周りのやつから行こう。おい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 、ちょっと待って、一旦こいつら倒して1対1になりたい。結構ダメージ受けてんな。よし、さあ来い、行くぞー。この槍ザクザクが強えのよ。でもあっという間に削っちゃった。いてててて、槍が強すぎる。豆腐みたいに切れてく。あれはお具現化するかな。あー、こんな球体の魔物いたっけな。これもたくさんの魔物が集合した姿なんじゃなかったっけ。前にここで倒したやつと同じでさ。あそこを狙えばいいのかな。あれもあんなのまで魔物だというのか。まあ、村人たちが巻き込まれたんだ。ああ、いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。もともと村人の中に混じってたのかな、魔物が。だからここの人は締め切って引きこもって過ごしてたっていうことなのかな。ちょっと待って、回復しときたいな。結構食らっちゃったんだよ。球体の中心、まあ、とりあえずあそこを撃てばいいんだよね。近接攻撃届かないから。おい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 、マジか。ちょっと待てよ、魔法変えようか。戦部じゃなくて今度こそ攻撃使うか。研究所で戦った時結局活かせなかったもんな、黒の合壁。壁を張って合体した魔物の力、こういう感じでほら最大まで貯めるとバリアみたいになるのよ。もうこれ無理やり殴れるでしょ、バリア張りながら。いけー。こういう戦い方をすればいいんだ。よし。いやでもこんでもあれしか削れてないのか。不死鳥の槍を持ってしても、うん、次にまた弾飛ばしてきたら黒の合壁だな。あんまり魔力使わない方がいいか。躊躇してはならぬ。ああ、魔力温存しといた方が良かった。おら、届け。ああ、届かんかった。そんなに攻撃できなかったな。攻撃のために魔力温存したいけど、うん、あそこに当ててもしょうがないんだね。魔法空いた時なら打てるけど、黒の玉これ MP の「う」を温存するかどうかのバランス難しいな。ちょっと待って、こいつらはサクッと蹴散らして、うん、豆腐のように切れるね、不死鳥の槍なら。ただガードしてくる時もあるから、なんか変な壁置いちゃったよし、さあ攻撃来るかな。いや、打っていいのか。なんか近づいてくる様子ないな。さっきみたいに近づいてくれれば殴れるんだけど。奴の中心に魔力を集中させよ。打ってていいってこと？いくら倒したところで本体を倒すことはできないんだ。よし、黒の手か。黒の手の攻撃荒々しくて好きなんだよな。めり込んでいる。あ、いや違う。あ、無理やり剥がしたのか。え、カイネのこと頼んだはずだよね、エミル君。すごい、すごいいい連携だって思ったけど、カイネのこと任せたんですけど。どうやって避ければいいの？どうやって避ければいいの？動き回ってりゃいいのかな。裏に集まっておるぞ。裏に集まっておる。今いる場所の裏ってこと？あ、なるほど。エミール。まあ行った方がいいんだろうな。ああ、やってくれてる。なんかかっこいい。今ならあいつを後ろから狙うことができるはず。なるほど。回り込んで倒してください。急いで背後に回れってことね。いやでもなんか遠くから見てもかっこいいな。このせめぎ合い超かっこいいじゃん。いや、あんま見てると頑張ってるエミールに悪いんだけど、行こう。あの橋の上だよな。あれ、ここって、あ、これ登れんのか。カイネは安全な場所に運んでくれてないな。おい、任せたでしょうが。危ないじゃん、カイネ一人だと。いや、まあ助かったけど。え、あ、もっと上っすか。ちょっとごめんね、カイネ。待っててね。まだですか。ごめんごめんごめん。チンタラしちゃったからさ、せかされちゃった。よし、後ろから。おいおいおい、マジか。ちょっと待って。いやでもなんか黒の、ああ、合壁で魔力余計に使っちゃうとあれか。ちょっと待って、真後ろまで近づいて普通に打てばいいのかな。こうやっていいんだよね、これ。ちゃんとダメージ入ってる気がする。よし、いくらは消しながらやったかな。やったかって言っちゃったらもうやってないんだけど。少し休んだらそちらに向かいます。大丈夫か、エミール。分かった。エミール、あまり無理をするな。エミールが無事でよかった。で、カイネはまだ倒れてる。一人で行くしかないな。白はいるけど。ここで決着かしらね。あれだけの攻撃でまだ動けるのか。うん、合体したやつの生命力は侮れるということだ。さっきと同じでガードが薄い時に打つしかないのか。さっきみたいに近づいてくれるかな。近づいてくれりゃバリア張りながら。おいおいおい、またかよ。え、あいつがこの魔物たち生み出してんの？魔物何体分のエネルギーが内包されてんだ、あいつ。よし、ちょっと待ってくださいよ、やるならやるって言って。あ、でもこっちが攻撃するチャンスでもあんのか。うん、ちゃんと削れてはいるね、こっちの攻撃で避けながら撃ってれば。おお、エミール来てくれてる。もういいの元気そうだな、エミールあんなヘトヘトっぽかったのに。あれ、もう削り切ってないこれ。削り切ってるよな。あ、ここでとどめかな。分かった。あ、なんかあれかな、黒の槍とか使った方がかっこいいかなかっこよさって大事だからね。いくぞ、いけー。あ、この状態になると MP 回復してんだなめちゃくちゃ槍いっぱい出してるMP 満タンでもそんなことはできないからね、プレイヤーは。3人分のフルパワーだ。白とはあ、これでどうにかなったのかな。おいおいおい、大事な情報では、始祖研究報告、熱核攻撃などにより早いんだよ、消えるの読ませる気ないもの。おい、もうやめろエミール。おい、どうしたどうしたどうした。エミール、いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。え、あ、これもう村ごと行くんだあ、一応カイネは無事だった、よかった。仲間ごとやるぐらいの攻撃範囲だったけど。平気エミール、とりあえず村は平気じゃないけど。やっちゃいましたねそっか、これ村丸ごと滅んだことになるのか。ああ、綺麗になったな。自然を取り戻しましたね。やったなエミール。皆さんごめんなさい、僕のせいで罪のない人まで。人間もいたもんな。けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。なるほど。でも僕、いいんだ。もう振り向くな。まあ、この崖の村でのシーンって、あ、いつの間にいつの間に手に入れてたんだよあの大爆発で。いや、ここってそうだよな、なんかもう後戻りできないんだなって感じるシーンだよね。新谷自身振り向くなって言葉を使ってたけど、自分たちの目的のためにここまでの犠牲を出したんだから、もう後には引けねえっていう。この村からは出よう。うん、そうだな。結局村の人のどのぐらいが魔物でどのぐらいが人間だったのか、綺麗になったな。すげえエミール、よくここ無事だったな。じゃあもう崖の村には来れないのか。やっちまったな。カイネの故郷が。まあカイネは気にしてないと思うけど、本当に村嫌いだったと思うから。じゃあもうカイネの家ここじゃなくてもいいんじゃないの？一応ここには住み続けるのかな。おばあちゃんとの思い出があるし。まあ鍵は手に入ったね、でも。ってことは、あと1個だ。次の目的地が砂漠になるのかな、じゃあ。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。この短時間で見つかったかもしれないわ。ポジティブすぎるでしょ。あ、平原に出てもこの BGM なんだな。ああ。そうな、エミューラは仲間のために戦ってくれたんだから、あまり気に病まないでほしいね。ああ、そう、その真ん中のとこにはまるのがニエだったんだよな。で、中世のケルベロス、一番下。残りの鍵があそこだけになったね。で、この辺で行ってない場所って言ったら仮面の国しかないもんな。大人になってから行ってない場所は。まあそこに行くことになるでしょう。帰ってきたけど、あれこれポポルンとこ行きゃいいんだよな。ポポルになんて言えばいいんだろう。崖の村どうだったって言われて村吹っ飛ばしちゃったっていうのかな。どうだったっけ。ルーポポー、ただいま。崖の村でのこと聞く？ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について、おいおい、何か手がかりは見つかりましたか？こいつ崖の村のこと言わないつもりか。鍵について見つかりましたかって先に言うことあんだろ。ごめんなさい。もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう、俺にできる仕事はないですか？ほう。そうね。雑用か？そうだわ。お、赤いカバンの船頭さんを知ってるわよ。いや、よく知ってるわ。あいつよく出てくんな。最近やたら彼が仕事を休んでいて。あら、そう。海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。仕事熱心な様子だったけど。うん、別にいいよ。任せてください。ああ、なんだ、砂漠じゃないのか。解読は進めておくから安心して。なんか少年期の時の、少年編の時のあの赤いカバンの夫婦の話がそもそも追加エピソードっぽかったから、これも追加エピソードかな。なかなか仮面の国には行かないね。てかマジで崖の村の話しなかったな。村滅ぼしといて。この状況、前にも覚えがあるな。ん？あの夫婦のこと。ああ。また喧嘩でもしたんだろう。最近もクエストやったけどね。今度は喧嘩に巻き込まれぬよう、くれぐれも気をつけるのだぞ。そっか。次は砂漠かと思ったけど、一旦海岸の町に行くんだね。じゃあなんかキリいい感じかな。今回はここで終わりにしましょうか。で、まあ、さっきも見たけど残りの鍵があと1つで、割と終盤まで来てますよ。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。